ユーリ・ローエルだよろしくな一つ忠告しておくとだ物事は引き際ってのも大事だからな無理するくらいなら逃げちまえよ最後に自分を守るのは自分自身ってな頭で考えるより先に体を動かした方が俺の性格に合ってんだな趣味って聞かれてもなあ それなりに料理は得意だけど趣味とは違うんだよな強いて言うなら戦うのは好きだぜたまには凝った料理でも作るか待ってろようまいの食わせてやるからメニューはできてからのお楽しみってな訓練よりも魔物を一匹でも多く倒した方がよっぽどいいって考えてた時もあるが力がなきゃ それもできねえんだよな肩の力なんて初めっから抜いてる方がいいぜあんまり気負うなよまこんなもんだろうやればおのずと力はつくってなまだまだいけるぜ未来は選んだ道を信じて作り出すもんだこの正義貫き通す刀が馴染む感覚はいいもんだな こいつはすげえなもうそんなに戦ってるのか引き続きよろしく頼むぜお前がいなけりゃここまで来れてねえよありがとな俺たちの意地見せてやろうぜ俺だな任せとけなんだこりゃああまあありがとな期待して待ってろ腕によりをかけて作ってやるよ 大船に乗った気でついてきなそら敵のお出ましだふっ,ってせいかい軽いほらよじんくそうわおいおいしくじったぜとくとごろうじろってなおつよ沿線集落腹くくれよ天狼滅が これで決めるひらめけせんなる刃無変の闇を鋭く切り裂きあだなすものをみじんに砕く決まった残光漏洩陣まざっとこんなもんだ完璧な立ち回りだっただろ 手応えあったな戦い足りねえな次行こうぜ後悔あとでしとけよってもう聞こえてねえか道閉ざす敵は切り崩すあと少し切り抜くなよありゃヤバそうだぜ